皆さんこんにちは、太郎です。本日は4月3日月曜日です。本日はですね、白柿を行っております。というのも、昨日4月2日にですね、コシヒカリ田植え、なんとか全て終わりまして、これからね、加工用米というところはあるんですが、全くね、とりあえずコシヒカリを終わらせることをね、頑張ってたので、全くじゃないんですけれども、加工用米の田んぼ手つかずなんですよね。まあ、ちょっとずつ白柿ね、コシヒカリの田植えの後とか行ってたんですけれども、やっぱりね、夜やってたり、水をね、十分準備できなかったりでね、なかなか一発で決まっておりません。はい。まあ、それとですね、もう一個一発でなかなか終わらない原因としまして、これね、去年の稲刈りしたのが去年の8月末なんですけれども、はい、見てください。その後一回しか耕運してません。おそらくはい、すみません、おそらくでですね、ちょっとここのね、耕運はね、祖父がしてくれてますので、キュウリの時期なんで、私キュウリにかかってるんですよね、ずっと耕運するのが。まあ見た感じ1回かなと思っておりますが、ほらもうね、分かりますかね、まあ、水は今入れてるんで放水状態ではあるんですけどね、水が入ってる田んぼなのにね、全然ほら、私90キロありますが全然メリコりませんね。まあ、こんな田んぼです。ちょっとね、やっぱり一発白柿の難易度がね、さすがに上がってきましたね。前ね、草が多かった田んぼ MZ でね、耕運した動画を上げたと思いますが、さすがにね、多すぎると好き込めないということで、そういった動画を上げたんですけれども、まあ、私その時にね、耕運はね、頑張らなくていいと思っているって、まあ、確かにね、私はそう思っております。まあ、ですけれども、ここまでね、硬いとね、まあ、さすがに一発じゃ難しいのかなとも思ったりしておりますね。なので、だからといってですね、まあ、ロータリーにね、今トレーラーつけてるので、 MZ それをロータリー付け替えてってしてると、また時間がもったいないので、作戦としてはもうね、しっかり水を入れて、しっかりというかね、水を入れて柔らかくなった状態でね、もうこういった田んぼどんどん始めていこうかなと思います。はい、上の田んぼもですね、そうです、あちらの草だらけの田んぼもそうです。はい、この辺のね、植わってないところ、うちなんですけれども、はい、しっかり水を入れて、加工用米、もうね、早く植えないと、また苗がね、老化苗になっちゃいますので、しっかりね、ちょっと今日は頑張っていきたいと思います。ということで、やっていきます。よし。はい、ということで、トラクターに乗り込んで、外周を踏んでまいりました。でね、今から耕運、白柿、なんて言っていいのかな。それを始めたいと思います。でね、まあ、ちょっとね、水仕掛けたばっかりではないんですが、この田んぼまあまあ広いんですよね。うちの田んぼにしては3単ぐらいあるんですけれども、ちょっとね、奥までね、水がまだ行き渡ってませんでした。まあ、なので、まあ、白掛けをしながらね、もう水が来てる範囲をどんどんね、できる範囲でやっていこうと思います。さて、やっぱり走っている感触もかなり硬かったですね。どうかな、もうね、ここまでなるとね、ちょっと一発は諦めてます。まあ、これをね、荒白というのか耕運というのかは分かりませんが、まあ水を入れてるので白柿になるのかな。頑張っていこうと思います。設定はいつもと一緒、 PTO3 それで1600-1700回転で、 PTO がまあ650ぐらいです。ちょっとね、回ってますね、いつもより、まあ、ちょっとですね、いつも1600回転ぐらいなので、で、はい、いつも通り更新制限は7ですけれども、なんかね、おかしいなとか負荷がでかいなと思ったらね、変えていこうと思います。で、ハローでね、耕運はチェーンケース破損とか、まあ破損の心配がありますよとね、以前ショート動画を開けた時に多数のコメントをいただきました。ありがとうございました。まあね、あの時は乾いてる田んぼだったので、まあそうかなと思うんですけど、今回は濡らしているので、まあね、いくら更新7まで入れてもね、ハロー爪軸まで入ったとしてもこんぐらいしか入らないからですね、こんぐらいも入らないか、こんぐらいか、まあ、
隅軸までは全然入ってないので、見た感じね。はい、わからないな。よし、ちょっと、あ、でもいいですね。いいですね、いいですね。あ、いける。これなら、これなら、この水流でこれならもしかしたらいけるかも。どうだろう。ただ何回も通らないといけませんね。1工程でっていうのはもう確実に無理ですね。まあね、しっかり解体はね、もう1工程でね、余裕なんですけどね。あ、ちょっと土を持ち上げそうかな。トラクターのね、タイヤ跡を消す整地板みたいなのがね、土を持ち上げそうですね、持ち上げそうですね。土が寄っちゃうので更新制御変えます。6、はい、これはね、ミラーに要注目ですね。寄るとか気づかないとね、なんかトラクターが前に進まないなと思ったらね、土をね、ごっそり持ち上げてたりとかあるんですよね。まああれ最悪ですね。でそれで浅くするでしょ。で浅くしたら全然欠けてないみたいなね。まあほんとね、夜は作業するもんじゃないなと思いますね。まあ、ただね、1回通ってしまえばもう2回目はね、バッチリ決まりますので、まあ、その点はね、まあ、まあメリットゼロとは言わないですけどね、やっぱり進まないですね、なかなかね、夜はね、思うようには作業として進んでるんですけれども、はい、まあいい感じで欠けてますね、欠けてますね。でこの辺りからちょっとね、水がまだ回ってないかな、少なくなりました。トラクターで走り回った方が良かったかな、タイヤ跡をつけてとも思いましたが、まあいいでしょう。水が来た範囲からどんどん変えていこうと思います。まあね、この外周だけでも回ってくれればね、だいぶね、水の回るスピード違うと思いますので、よしよしよし、いいですね、いいですね。ちょっとね、スピードはね、遅めです。 1.56 キロで今進んでおります。まあウイングを広げたまんまですね、あぜ際を走っているというのとね、はい、このようにですね、見えるかな、ミラー、はい、まあ一発でね、描きたいということもあって、できるだけでですね、もう1工程は諦めてます。なので1回田んぼに入ったら、そうね、なんて言えばいいかな、一度田んぼに入ったらそれで白かきを済ませたいという感じですね。そんな気持ちでいつもやっております。よし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 、はい、端っこまで到着と。ちょっとね、見てみましょうかね。よいしょ、だよね、だよね、ですよね。やっぱりね、なかなか、うんうん、まあまあね、表面はね、はい、いい感じに、表面はね、その田植えしやすそうな感じにはなってますけれども、表面はですね、まあ、ただやっぱりこの量、なんていうかな、この硬さだとちょっとね、この硬さ、この更新具合だとちょっと一発じゃすき込めなさそうですね。1工程ではですね、まあ、これを何回も通ればと思いますけれども、あまり通ってもね、やっぱり草が浮いちゃうんですよね。一度土を落ち着かせないと浮いちゃうこともありますので、まあもうここはね、こんな状態なので諦めて柔軟に行こうと思います。それでは作業続けてまいります。
ということで、今外周ね、こう一周ぐるーっとしてきたんですけれども、やっぱりね、向こう側水がないとなるとやっぱりちょっと厳しかったですね。ですので、もうね、水が来てる範囲、もうせっかくね広い田んぼでね、ちょっと水の溜まり時間かかるので、ちょっと水がね溜まっている範囲だけでも書いていこうと思います。でね、今この地区でね、この田んぼぐらいしかね、このね、いい感じで水が来てないので、他の田んぼもね仕掛けてるんですけれども、まだね、このハローを入れれるような水量じゃないです、どこも。まあ、ここはねいいなと思ってたんですが、やはりあぜ道から遠い方、そっちはあんまり入ってなかったですね。しっかりね、あぜを歩かないとわからないですね。よしよしよし、とりあえず今ね、この一回あぜ際を行ったところの際をね、左前輪でまあ通りながら行ってます。まあ、なのでウイングがね、このね2回被るような、重複するような形になるんですが、ちょっと2回書いたらどうなるかが気になったんで今やってみてるんですけれども、結構いい感じですね。ちょっとすみません、今見れないです、見れないですよね。今 GoPro を胸につけてるので、ちょっとねその重複具合、重複したところがどんな感じになってるかが今見れないんですけれども、はい、ちょっといいところになったらね、一度トラクターから降りて見ていこうと思います。あー、水がないな、そろそろ水がない、まだ放水状態、放水状態、放水状態ではあるな。あー、やっぱりここもね、合筆してやる田んぼなんですけれども、やっぱり高低差はありますね。はい、まあ、かなりね土引きとかね毎年行ってるので、まあ、結構ね、結構いい感じにはなってるんですけれども、まあそれでもね、やっぱりね、なってますね。いやー、レーザーレベラーが欲しいな。高くて買えないけどですね、あれいいですよね。まああれあれば合筆し放題なんじゃないですかって勝手に思ってるんですが、でね、テーパーつけれるんでしょ、あの任意の角度でテーパーもつけて、よいしょ、どれどれどれ、はい、ここね、ここ、この分だけ今重複してきました。まあね、地面を踏んだ感じはね、まあいい感じかなとは思うんですけれども、やっぱりね、この草をちょっと、これちょっと今日すき込むのは難しそうかな。まあちょっとね、今からは作業ね、ちょっともうずっとこれなんで、撮影一回止めてですね、ひたすら書いていって、またね結果をお見せしようと思うんですけれども、はい、ちょっとね難しいかなというのが私の予想です。いやー、でも話戻るけど、レベラー欲しいな、ほんと。私ね、もしお金持ちになれたらレーザーレベラー欲しいんですよね。で、今ね、痩せとか一旦とかね、無瀬、五瀬、余瀬、いろんなね、ちっちゃい田んぼがたくさんあるんですけれども、全部くっつけて全部いい感じにしてですね、もうとにかくね、田んぼの枚数を減らしたい、筆数を減らしたい、そう思っております。そうすればね、水管理もね簡単になりそうですし、あの扱う水、どうしてもね私の地域土のうでするんで、ちょっとね手間があるんですけれども、まあ、ただね、そのね、そういった数も減らせるし、でレベラー、レーザーレベラーですればね、そういういい感じのねテーパーもつけれるので、その合筆したからといってね、高低差がひどくなるとか、そういうこともないですよね。それを思うと本当ね、いいなと思うんですけどね。レーザーレベラーだけでトラクターが買えるような値段するでしょ。一応ね、MZ がレベラーのなんかそういうの対応してるみたいで、付けれはするみたいなんですけれどもね、なんかレベラーでパワープロの方がいいって聞きますしね。いやー、でも欲しいな。もうあれがあればね、まあ、理想はね、なんだろう、縦長の
4、5単かな。やっぱ縦長がねいいですよね。去年まではね、まあ、どんな形であれ広い田んぼがいいなとか思ってたんですけれども、縦長の方がいいんじゃないっていうコメントをねいただきました。ありがとうございました。確かにねそう思いまして、縦長の方がねいろんな作業ねはかどりますしね。でかつ私の家の場合は予防作業、それねまだね頼んでません。ドローンとかヘリに自分でね銅粉引っ張ってやっておりますが、縦長だとね、まあ、その横幅にもよりますが届くんですよね。要はあぜを歩ける、あぜからシューッと飛ばしてね、まあ、横幅 30m ぐらいだったら両あぜからね内側に飛ばせば届かせることができるんで、あそれいいなと思ってですね、それの縦長、横幅30、縦100ぐらいの3単がいいのかな。3単か、そしたらね5単じゃなくてですね、4、5単じゃなくて 30×100 ぐらいの規格がななればいいなとかね思ったりするんですけれども、まあ私の地域は 20×50 か 20×40 の規格が多いので、まあ、それはねちょっと難しいかなと思うんですけれども、まあ、でもね 20×100 のね2単とかでもねかなりね管理はねしやすいんじゃないかな。ただ縦長になることによってね高低差ができるので、それを解決してくれるのがレベラーなんじゃないかなとね。レベラーいいな、レベラーいいなってすごい思うんですよね。あの土建屋さんからねレンタルとして借りることもできるんですけれども、まあ高いですね。でもねやっぱりそういう機械はでなんか素人が扱えそうにないですしね。だからといってね菅野に電話して聞くのもどうかありますし、はい、いやー教えてくださいね、もしねレーザーレベラー持ってる方でもいるんでしょうね。こっちはね田んぼ一枚一枚ちっちゃいからねいないです、持ってる人知りません。農家で持ってる人は、私はまあもしかしたらね私の住んでいる県の中でも地域によってねすごい区画整理されて一筆一筆でっかいところがあったりとか、私の地域のようにね小ざ小ざがたくさんあったりとかいうところはいろいろありますけれども、いやーもしねレベラー持ってる方がいたらねそのね教えてほしいな。マジでレベラーね、ほんとね宝くじ当たったらねレーザーレベラー買って、あとは全部ね株買いたいですねって思うぐらいのレーザーレベラー買いたいんですよね。ねえ宝くじなんて当たらないですけどね、もし当たったらですね、あそうだね車のローンとかも全部終わらせて借金系を全て終わらせてレーザーレベラーだけ買って、うん、あとはね株買いたいな、そんぐらいかな。ほんとねそれでもねレーザーレベラーを買いたいですね。ほんと当たらんかな宝くじ、まあ、どうせね当たらないと思ってるから私買わないんですけれども、あー欲しい、欲しいけどねやっぱ借りた方がいいのかな。確かにね使いは使うけど、あれ毎年使うもんなんですかね。一回金平取ったら何年かは取らなくて良さそうな気はするんですけどね、どうなんだろう、どうなんだろう。まあ難しいな、難しいんでしょうね皆さんも判断。東北とかのねやっぱりでっかい田んぼとか、北海道とかのでっかい田んぼになってくるとやっぱりねその金平取れてないとね水の偏りがすごいことになるでしょうから、まあ重要性わかるんですけどね、ここ辺の地域でちょこっと入れたからといってどうなるんだろう、未知数だな本当。あでもそっか、補助を大きくすれば同じことか、けど1ヘクタールとかでしょ、その東北とか北海道5兆ある、なんかなんかで呼んだんですよね5兆の田んぼがあるみたいな。5兆ってねえ信じられない、すごい。まあねそんな広さになると必要でしょうね、ちょっとしたねえへっこみであったり、
そういったのが本当ね、育たない原因になるでしょうね、水田なら。はい、そう思います。まあちょっとね、ダラダラと喋ってしまいましたが、ね、レベラーをお持ちの方ね、こういうところいいよ、こういうところ悪いよとか、まあ、そんな使わないんだったら自分で持つより買った方、借りた方がいいんじゃないとかね、なんかいろいろ意見ありますと、あると思うので、よろしければぜひコメントいただけると嬉しいです。ということで、ちょっとねだらだらとレベラーが欲しい話をしてしまいましたが、作業終了までワープしていこうと思います。それではワープ。はい、ということで、まあ、可能な範囲ね、白かき行いました。で、まあ見ての通りとは言いますけれども、まあね、GoPro のおかげでかなり綺麗に映ってるんじゃないかな。結構ね、いつもなんだかなという仕上がりも結構ね、カメラで撮ると綺麗に映ってるんですよね。なので綺麗に映ってるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ割とすき込めましたね。まあ、ただやっぱりね、水が全体にいいぐらいに入ったとしても、この、まあ、高低差を考えると片っぽが深い片っぽが浅い、その状態でまあこのね、あまり幸運していない田んぼ、それをね書いたと考えれば、まあ、やっぱり一発は厳しかったのかなというのが印象です。まあ、ベストはね、ある程度いいぐらいの雨が降っていいぐらい水が染み込んでいる時に入るのですけれども、まあなかなかそんなことはできませんので、まあ今のところこれが今日の限界かな。この田んぼにずっといてもね、作業が進まないので、違う田んぼにどんどん移っていこうと思います。ということでね、今日はあまり幸運してない田んぼ、さすがに厳しいかなと思ったら、まあ意外といけたようで、やっぱり厳しいかなというのが印象です。はい、こんな感じですね。まあどこまで一発で行こうかね。ロータリーをつけたトラクターがね、常にあればですけど、私の場合はないので、もうハローでね、ハロー広いので、ロータリーよりね全然早いのでね、水さえあればですね、もうこの感じで私は作業していこうかなと思っております。もうね、一発で行きたいんですが、もうしょうがない。こういうところはもう2回目をさらっと。まあ、で、2回目はね、さらっとで行けますので、まあ、以前よりは早くなったかなと思っております。なので、まあ、一発白かきをしたい方、ね、まあ、こんなへりくつみたいな条件でも私はね、ちょっとこんな感じでやってますが、参考になれば幸いです。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよと思った方も、と思った方もですね、コメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。